大谷英順1月13日から1973年5月23日は、浄土新州の僧で、新州大谷派連氏。同派函館別院住職。同派州務総長。院号は、新政院。法名は、玄佐は。衆議院議員、参議院議員、元国家公安政務次官。14位、君二頭水法省。東本願寺。 第二十二世保守、大谷光栄伯爵の十一男として生まれる。妻の高子は、旧専属藩主小笠原氏尺家の出身。1910年に、同派箱館別院住職となる。1941年から1945年には、修務総長を務めた。1953年には、新州大屋派の他の僧侶らと、 中国人捕虜柔軟者異例実行委員会を設立。会長として日中戦争で日本に連行され現地で没した中国側捕虜の遺骨の送還を進めた。二千年五月にはこの辞席を検証する石碑が賛成証拠条件の現中時計台に混流されている。政治家としては九百四十六年の第二十二回衆議院議員総選挙に旧愛知県。 第2区から出馬し、当選、1期務める。1947年の第23回総選挙で落選して参議院に転じ、1950年6月の第2回参議院、議員通常選挙に全国区で出馬し、当選、2期12年務めた。入閣の機会はなかったが、第3次、鳩山一郎内閣時代に国家公安政務次官を務めた。 自由党に所属したが1960年の日米安全保障条約改定に反対して離党参議院同志会に属した。長男の大谷園へは英順の後を継いで函館別院住職となり第24世保守大谷校長の没後には文句尾代行を務めた。4男の大谷武氏は日中旅行社会長、社団法人日中友好協会顧問を務めた。 後藤田正春は、大谷の人柄について、誠に、常識的な良い坊さんだったと述べている。ありがとうございます。